はい、どうもこんにちは、トシです。イエイ。今日はですね、登山初心者さんですねに向けての動画になります。で、今回こちらカラビナです。カラビナで、カラビナの種類なんですけど、まあ早速ちょっとご紹介させていただきたいと思うんですけど、カラビナの種類なんですけど、まず形が違うものがあるそうです。これ形が3種類ほどあるそうですね。あとはこのこういうねじって止める式、回してねじって止める式なのか、まあこういう通常のもの、これも形が違ったりするらしいですね。なのか、まあこちらもこうねじるタイプですね。こういったねじる式のタイプ、まあ、なんかいろんなタイプのこういう止めるとことか形とかっていうものがあるそうなんですけど、まあおすすめはやっぱこの辺らしいです。こういった普通のタイプか、こういうねじる式っていうのが結構強度があったりとかするらしいですね。でこれは登山ショップの方がおっしゃってました。でいろいろ調べたら、このメーカーブランドさんですね、ペツルっていうブランドをが僕はまあいいかなと思います。で、あとはブラックダイヤモンドさんも出してるんですけど、まあペツルさんがその登山専門店ですね、行ったらペツルさんがいいよなんて言うんで置いてあったのがやっぱこちらだったんで、ペツルさんを購入させていただきました。はい。で、まあカラビナについて、あとこんなでっかいのもありますね。こういったでっかいタイプです。結構丈夫っていうか、こういうでっかいタイプですね。結構非常に強そうなタイプです。で、あとはこのシュリンゲ、シュリンゲっていうやつなんですけど、ロープですよね。で、このロープもいろんな種類があるらしくて、ヌー、ナイロンと、あともう一個その強い素材のものがあるんですけど、その強い素材の方が非常に高価なものになってます。で、これ面白いのが、強い繊維の方が強度が強いんで、ここは細くて OK らしいです。ここが太い方が一見強度が強そうに見えてしっかりして感じるんですけど、こちらの細いタイプの方が使ってる素材がいいので強度はほぼほぼ変わらないそうです。で、ですので細いタイプの方がいい素材を使ってるらしいです。あと色ですね、色の方もこの白いもの、白い色が多ければ多いほど強い素材らしいですね。その強い素材が白しか作れないらしくて、細くて白い面積が多い方がやっぱ持ち上げ込みも軽いし、いろいろ何かに使えて便利らしいので、僕は今回白いものにしました。で、この長さ、このシュリンゲの方も長さがいろんなものがあります。こちらも長さが違います。長い、長いですね。で、長さ僕60、120、180ですね。この180、結構長いです。長いんですけど、シュリンゲっていうのはこう輪のロープのことを言ってるそうですね。で、長さもいろいろあります。で、その登山する人たちなんかはこの長さに、長さがいろいろあるので使い分けるそうなんですけど、やっぱ色で変えてたりするみたいですね。僕も3種類同じ色全部共通でいいやと思って同じにしちゃったんですけど、まあ、やっぱ初心者なんでそういう知識がなかったんですけど、そのプロから言わせると、登山家の方たちから言わせると、色を分けることによって長さが自分で把握できるんで、見ただけで長さの何かあった時に長さをこうこの
状況の時はこの長さが必要という感じで色によって区別してパッて撮るらしいですね。まあ僕はちょっと同じ色にしちゃったんで、ちょっとまあ使ってみながら工夫していこうかなと思ってますので、またその後の動画も上げていこうかなと思います。で、このシュリンゲですね、シュリンゲなんですけど、こう止め方がある、まとめ方があるそうです。このままブラーンってこう適当に持ってバッグに入れとくっていうんでもいいらしいんですけど、まあ、やっぱ綺麗にまとめていった方がかっこいいし、やっぱ使い方も便利ですので、ちょっと まとめ方参考までご紹介していこうと思います。ちょっとまとめ方ね、ぜひまずはこのロープを綺麗に整えてあげます。一番長いのからいきますね。綺麗にピーッと整えてあげると、はい、ピーッと。で、そしたらまずはこれをちょっと長いんですけど、真ん中に、これを真ん中に持ってきます。持ってきます。一回折ります。まずは一回、一回でいいと思います。まあ何度折っても一緒らしいんですけど、一回折りますと。一回これを折りましたと。で、そしたら一番長いやつなんで、ちょっと僕はこのカラビナの色でちょっと分けようと思います。こう一回折ったら、こう折りましたと。折ったら一番端っこですね、こっち側をまずはこう留めます。留めました。で、この折った端っこと端っこがありますね。これをねじります。あとはひたすらこれをねじります。まあ、ある程度ねじられてきたら、この指に持ってる分ですね、この指に持ってる分を持ってきて、このまま止めてあげると。こんな感じです。もうちょっとねじった方が、まあ、見栄えがいいかなと。このぐらいねじって、まとめてあげると。はい、こんな感じにまとめ終わりました。結構こう初心者でも素人でもできるっていうまとめ方です。はい、もう一度行ってみたいと思います。今度は長さが真ん中のサイズにしてみます。まずはロープをまっすぐピッとピーッとしていただいて、で、まあ一応向きを揃えて、まずは真ん中に折ります。で、真ん中に折ってこちらサイドをカラビナで止めてあげます。そしたらこれを持ってきてひたすらねじってあげると、こう回転させると、ある程度ねじり終わりました。ねじってきたら真っ二つに折ってあげて、ちょっとねじりすぎちゃった。まあ、このバランスを調整していただいて、もうちょっとこんな感じで真ん中に持ってきてあげたのを止めてあげると。はい、完成です。はい、いい感じだと。で、次いきます。一番短いタイプですね。これ折ります。で、折ったら端っこを、まとめてあげます。あとはねじっていきます。で、適度にねじってあげたら真ん中に適度にもねじって止めてあげます。以上です。形がいまいち、このねじる力によって形とか変わるんだと思いますね。はい、これで OK。 はい、これで長さがこのように違いが分かると思います。
まあ、こんな感じで長さが違いが分かりますので、こんな感じ、まあ、ですのでこういったところにパッとつけてあげて持ってってあげても、まあ分かるんじゃないかなと。これは長さが長い、短い、真ん中とか、こうやってれば分かるんで、まあまあとりあえず同じ色で失敗しちゃったんですけど、あの色は分けずにちょっと登山の方で、でこのカラビナもそうなんです。カラビナの方も同じような色で揃えてみました。た、まあ、ただ使い勝手がっていう点がちょっとどうなのかなとは思ってるんですけど、ちょっとこの辺も試し試しやっていこうかなと思います。はい、以上で、まあ、このシュリングですねのこうまとめ方っていうのですかね、止め方、すごいこうシンプルに持ち運びができるようになりますので、まあ、こういった感じであのまとめてあげるといいかな。初心者さんなんかはぜひ見ていただけると、ちょっとシュリンゲのまとめ方みたいな感じで、あの勉強になるかなと思います。僕も最初知らなくて、まあね、あの YouTube も調べましたし、ブログの方も見ましたし、あのもちろんそのスタッフさん、ショップ店員さんからも教わりました。ですので、まあ、こう言って分かりやすくできれば何度も見ていただけると確実にこれできるかなと。初心者さんが一番最初にするこのシュリンゲの止め方だと思うので、ぜひ参考にしていただけると嬉しいと思います。ぜひチャンネル登録ですね、よろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。またよろしくお願いします。